チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯はあのこの前のね、昨日のね、鮭のちゃんちゃん焼きの、残ったやつのピザトーストいただきます。あ、うん、おいしいね。正解正解、味噌のね、風味とチーズが合う、うん、うん、あ、すごい美味しいね、うん、うん、なんかね、こう牛っていうか肉系にはこうチーズって牛とか豚とか鶏がチーズが合う気がするけど、魚にチーズってあんまり合わせるような感じがせへんねん。魚にチーズって合わせる料理ってあったっけ。あ、もう向こうの思い浮かばへんねんけどね、鮭とチーズ合う、ん、おいしい、うん、サーモンチーズ、うん、そっか、合うんやうん、あー、鮭のグラタンあるな。まあチーズは何でも合うってことやな、ね、うん、チーズケーキ、うん、おいしいよ。だってね、残り物何でもトーストにする、これがあっちゃんに言えないけどね、うん、うん、おいしいな。予想以上にええ出来や。うん。今日ね、ちょっとぼーっと寝ぶたい。もう前に慢性の寝不足、ずっと眠たいの、うん、筋肉関係ないの、なんでやん、マッチョは眠くなるの、まかいな、聞いたことないわ、なんかそう眠たいの、うん、なんで筋肉の代表が春日や、中山じゃん、うん、フワちゃん筋肉だよ、うん、うん、
今日はね、こんな感じで目を覚まして、いろいろやっていかなあかんね。まあね、やらんなんこといっぱいあるからね。だから。一個一個こなしていたいんだけど、なかなかそれができなくてね。やらないことがいっぱいあるんだけど、つどつどやらないことが増えていくから、新しいこととかやっていくから、古い、昔からやらなあかんって思ってることができへんくて、まずみんなってきたの。昔からね、これ。これあかんね、すぐやろうとせえへん、自分が悪いんだけどね。気づいてんだけど、変われん。夏休み宿題も最後の、最後の日になって、友達に移されてもらう。黒板に書かれてた中村クラスに中村夏休みの宿題って書かれてた。懐かしいな。夏休みの宿題ね、数学の答えを教えるからに、ね、漢字の何回も書くやつ書いといてって言って、ちゃんと字体書いて書いといてないって書いてもらって、バレて怒られたことある。レベル上げみたいな仕事が大嫌いね、昔から。だから漢字のレベル上がらへんかって。同じ感じ100回かけとかさ、それは嫌い、いらんわ。それは全く違うやん。いや、一緒やん、先生。名前レベル上げはさ、積み重なってさ、ちゃんとなんか、漢字も積み重なって漢字覚えられるやん。性格が感じられるけどさ、漢字なんて覚えるの何回も書かされたけど、一向に覚えてへんで。まあね、まあそんな感じでね、懐かしいお話をしながら、あっちゃんのお昼ご飯はこの辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。鮭のちゃんちゃん焼きパンに合うね。パンにも合うし、チーズにも合うんで。で、鮭のちゃんちゃん焼き、翌日残ったらぜひぜひチーズとお添えしてみてください。ってことはね、バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよって思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。